来月福岡で行われる世界水泳に出場する今井月選手。母校の豊川高校で壮行会が開かれました。高校時代1年生でオリンピック、2年生で世界水泳に出場した今井選手、今回6年ぶりの代表に返り咲きました。壮行初日にここで決意表明をさせてもらって、すごく震えながら先輩たちの前で決意表明をしたのを今すごく思い出しました。母校のエールを力に変え、来月の世界水泳に臨みます。代表にしっかり入ったんだなというふうに実感しましたし、もっと練習頑張ってまたいい成績を残したいなという気持ちになりました。いい練習ができているなというふうに思うので、自信持って夏に臨めるんじゃないかなと思います。